去年、実家に顔を出した時母親との会話で、母親が、私、最近、漫画家さんの YouTube 見てて、みたいな話をされて、思わずビクってなったよね。<laughs> 内心。思わずビクってなって、 いや、まさかね。まさかと思って。まさかそんなことはないだろうと思って。身構えたんだけど。まあ、そんなことはなかったです。本当に。いや、俺じゃなかったってこと、ね。本当に良かった。ちなみに見てたのは、母親がよく見てるっていうのが、あの、東村明子先生のチャンネル。 だそうでなんかめっちゃ面白いみたいなことを言ってたんですよね。いやもう、胸を撫で下ろしました。ほっとね。まああの、俺も東村彦子先生は、すごい好きで、最初、クラゲ姫が、なんか、ノイタミナーでアニメ化されてたんだよね。ノイタミナ枠で。そこから初めて知って、で、 もう単行本を買ってさ、読んで。あと、あのー、カクカクシカジカとかももちろん買ったし、あ一番好きなのはね、あの、東京タラレバ娘ですね。あれが一番好きで。とにかくあの、タラレバ娘の主人公の鎌田凛子さんがめっちゃ好きで、 もうね、どんぐらい好きかっていうと、抜いたことあるぐらい好きですね。はい。さ、世の中でさ、鎌田た子で抜いたことある人って、俺以外にいるのかな俺だけっていう自負があるんだけど。もし、いや、俺も抜いたよって人がいたら、コメントください。え、待って。え抜い、抜いたってワードは OK だよね。YouTube AI 判定ダメ セーフだよな。セフセフですよね。はい。えー、今回は、自分がさ、こう、まあ、18禁のエロ漫画家になったことを、なんかこう、あんまり、まあ、お世話になった、顔見知りの人、昔からお世話になった、顔見知りの人ほど、 報告でできてていいいない件についてですねまあね、シンプルにセンシティブな問題だから、俺もね、普通、普通のっていうか、健全な漫画書いたら、そりゃ言うけど、バンバン言うけど、でもさ、健今思ったけど、健全とはいえさ、例えばさ、なんかこう、一見開きごとにさ、もう一回、一コマはさ、 女の子の股間に顔をうずめてるようなあのトラブルみたいな漫画でも言うのかなそういう漫画を描いてる人たち18禁じゃないよ18禁じゃないけどもう見開き開ページ開くたびにあの女の子の股間にボーンって顔をうずめてるラブコメみたいな漫画だとしても言うのかな言わないのかな俺だったらちょっと言わない気がする 普通に、ちょっと、漫画関係とか、同人界隈でつながって、フォローしてくれ、あの、Twitter とかでね、フォローしてくれる人だとそういえば言うけど、昔からお世話になってる人、親戚のおじさん、おばさん、いとこ、まあ、親兄弟はもちろん。ちょっと、言えないですね。言える人もいるんだろうけど、もう。 開き,直開き直っていくかどうかちょっとわかんないけど。まあそれは言える探せばね、普通にバンバン言ってる人もいるかもしんないけど。顔見知りでさ、漫画関係以外のところで、顔見知りで昔から世話になってる人で、この、こういうタイトルの漫画書いてるよってペンネームまで教えてる相手って俺、中学からの友達2、3人と、 まあせん、まあ、専門学校は漫画関係だから、除外するとして。うん。あと、昔のバイト先でめ、特に仲が良かった人、二人、三人、ぐらいかな <laughs>。そんぐらいかな。家族とか、親族には、もう行ってないです。うん。なんなら、専門学校の、 先生にも俺まだ言えてないんだよ。一番お世話になった。で、2021年末までやってたアルバイト、要は引っ越し、東京からひ地方に引っ越して、そこで新たに働き始めて、一番直近までやってたバイト先でも行ってないですね。親には、あの、イラスト系の仕事はしているとは言ってるんですよ。 あのー、もちろんね、あの、俺が高校時代、当然家に一緒に住んでるわけだから、高校時代に漫画を描いてるっていうのは、当然知ってるわけだし、専門学にも進学したわけだからね、当然分かってるんだけど、あのー、でもね、深くは全然聞いてこないんだよね。なんか、なんだろう、う察してんのかなお察し状態なのかな もしかしてその漫画家としての夢はもう破れたんだろうっていう意味でのお察しなのかなもしくは言えない系の漫画を描いてるんだろうみたいなお察しな。まあ <laughs>、前者だったら助かる。前者だったら別にそう思ってくれていいわ。そっちの方が好都合だわ。あのー、 兄弟いるけど1人いるけどさそいつにもね言ってないしね、まあ、つうか兄弟に関してはもう会ってもいないけどね最後に会ったのいつだもん10年以上会ってないしそもそも連絡先も知らないしいまあ、さっき言ってる人もいるんだろうけどどうなんだろうね対比として何対何ぐらいなんだろう 自分がさ、その18禁で、の漫画で、生計、それで生計を立てていますってこと。親とか。ま、あ、配偶者とかの、結婚してて配偶者だったらね、そりゃ、言ってると思うだわ。あ、でもそれすら、言ってない人もいんのかなうん。いるかもね。それ、配偶者にすら言ってませんみたいな。実は、みたいな。 どうなのかなあの、面白いのがさ、その、知り合いの漫画家さんで、直接ね、顔を合わせた、あの、コミケアでさ、昔顔を合わせた、あの、一妻、小持ちの漫画家さん、18禁のね、漫画を描いてる漫画家さんがいるって前言ったと思うんだけど、もちろん、旦那さんは、知ってるんですよ。そういう漫画を描いて、収入を得ているって。それ知ってるんですけど、まあ、お子さんにはね、 やっぱ伝えてないんですよね。まあ、そりゃまあね、お子さんがまだ、まあ、娘さん、女の子なんだけど、あのー、小学校、高学年か、中学、中学生か、わか忘れてるけど、まあ、大体そのぐらいの年齢。まあね、当然まだ未成,未成年、うん、まあ未成年だからっていうのもあるし、見せられるわけにはいかないじゃん。だから だからそういうの伝えてないんだけどだか、ね、やっぱね不測の事態でうっかり同じ家に住んでるわけだからうっかりこう作画作業中にさ接近されるらしいんだよね <laughs> もちろんねそんなリビングとかで描いてるわけないと思うんだけどそういうね部屋にこもって書いてると思うんだけどやっぱ不測の事態でさねえねえみたいな感じで ねえねえ、ちょっとみたいな感じで、ね、接近されることがあるらしくて、もうね、バーバーババってね、隠すらしいよ。<laughs> もう、かつての俺ら状態だよ、思春期男子状態で。もしくはその何高速画面、クリップスタジオの画面最小化みたいな。<laughs> もしくは画面を隠すためにあらかじめ開いてる全然関係ないアプリケーションをバってね、あの、 画面最大にして隠すみたいな。<laughs> プロテクトするみたいな。まあね、そりゃ言えないよね。お子さんが今は未成年だからっていうのもあるけど、でもどうなんだろうね。いずれ言うんすかね、そういう場合って。お子さんも察するのかな。う 遠い未来、いずれはカミングアウトするのか、もしくは墓場まで持っていくのか。まあ、俺だったら自分からカミングアウトするなんてことはし,しないな <laughs>、うん。ただね、その、この、俺個人の話としてはね、この人にはね、もう早くタイミングがあれば、あれば早く報告したいなって人が一人いるんだけど、 それが、あのー、さっき言った、専門学校の先生。まあ、俺の、い、まあ、わばもう師匠ですね。漫画の描き方を一から教えてくれた、指導してくれた、お師匠先生がいるんですよ。専門学校の先生って言っても、まあ、授業別にね、当然ね、何人かいるんですよね。 あの、デッサンを担当する先生。えー、まあ、俺がいた頃ね。俺がいた頃はデッサンを担当する先生と、イラストレーション。で、漫画じゃなくて、イラストレーションを、カラーのね、イラストレーションを教えてくる先生。で、漫画の制作を担当する先生。あと、あの、デジタルの分野の先生。まあ、当時は、Mac。 アえー、っと、Apple のね、Mac を使った授業の先生っていたんだよね。その中の、まあど、どの先生もいい先生だったんだけど、個人的にはすごく。その、特に漫画制作を指導してくれた先生は、本当にお世話になったんだよねで。この先生がね、ちょっと、一からね、特徴とか説明するとね、あのね、聞いた人が、聞く人が聞いたら、 あってね、もうちょすぐに分かっちゃう先生なんですよね。うん。めちゃくちゃ特徴がありすぎて、ちょっと言えないんだけど、いや、言いたいんだけど、言えな、言え、ちょっと言わん、言わないようにしておくわ、この場では。もうルックスからして、もう超特徴的な人なんですよ。で、今だったら、もし今、その先生が、今の世の中の雑踏にいたら、 人々、群衆の中にいたら、まあまあ溶け込むかもしれないけど、あの当時はもうかなり時代を先取りしてて、遠くからでもあっってわかるような人だったんですよね。もうこれで結構、<laughs> 結構な、ね、ヒントになっちゃってるけど、聞く人が聞いたらね。あ、その人は、まあもちろんね、漫画家として活動されてて、まあ、 誰もが知ってるネームバリューってわけじゃないけど、でも、まあ知る人ぞ知るっていう人ですね。ああ、でもね、ウィキペディアはちゃんとありましたよ。うん、ありましたよっていうか今もあるし。うん、俺がせその専門学校時代にアルバイトもしてたんだけど、そのバイト先で、あのー、バイト先の人が、その、俺の師匠を知ってましたからね。なんかこう、 なんかの話で、こう、こう、こういうせ名前ん名前だけはって言ったら確かね、気づかなかったと思うんですよ。だけど、作品名を言ったら、え、マジって思って。知ってるよ。つうか、俺読んでたわって、めっちゃ驚いてて、その人は。事実ね、俺が学生、専門学校生2年生ぐらいの時に、なんかね、 ちょっと俺仕組みよくわかんないけど、復ッ .com だっけなんか、ファンが復刊を希望して、まあどういう仕組みでそうなるのか知らないけど、その昔の単行本を新たに新装版として、まあ絶版になった単行本をリリースし直すシステム、システムっていうか、なんかそういうのがあるんだよね。それで、ちょうどね、俺が2年生くらいの時に、その師匠の漫画が 真相版として出て出たんですよ、ね、もうこの先生がねほんと授業時間外のところでもあのネームをね見てくれたり俺が新人賞を加速受賞した時もあの時もね報告あん時はね報告しに行ってまあもちろんね喜んでくれたり あと、専門学校の,その飲み会卒業後のね、もう卒業後の飲み会も一回、うんそ、来てくれたんだよな。すごいいい先生で、ただね、初めてその学校で出会ってから、もうあの時点でね、間違いなく40歳は過ぎてたと思うんだよね。 40歳はさすがに過ぎてたと思うから、だからあれからもう、ねえ、20年はたっ、約20年たったわけじゃない。単純に計算したらもう60歳ぐらいでしょ。でね、今も、ご健在なのかなと思ってね、こないだね、俺のその母校の学校、 ホームページをさ、アクセスし,したんですよ。なんか、あの先生の情報ないから、Wikipedia にはね、もう、なんだろう、その最新の情報とか全然載ってなかったから、あとその方ね、SNS も一切やってないんですよ。えー、一切やってないから、で、個人のホームページと持ってないし、もう一切、まあ、やってるのかもしんないけど、少なくともそのペンネームとかでは全然 SN、SNS やってないから見つけられなくって、 なんか情報ないかなと思って、あの、この間久々に自分が卒業した専門学校のホームページをね、見に行ったんですよね。いろんなところアクセスしに行って。そしたらね、あの、オープンキャンパスってあるじゃん。まだ入学してない人、高校生とか入学を検討する人が、あの、受ける体験授業みたいなやつね。そこに、な,なんかの日の、この日ではこういう授業やりますみたいな、 ページがあっていろいろアクセスしたらその担当講師のところにその師匠の名前があったんだよね。あ,あよかったと思ってまだご健在でよかったみたいな。とりあえずひとまずは安心し,しました。だからねこの先生にまあていうかがどうせならね学校ごと <laughs> 報告はしたいんだけど いや、でも、卒業してから、約20年かけて、やっとこさデビューして、成形立てられるようになった。ちょっとね, <laughs> ね、ねだって、あんじゃん、なんか、専門学校のさ、あのー、何、宣伝かなんかでさ、卒業生、こういう人が、なんちゃらかんちゃらみたいなね、あのー、デビューしまし、たどこそこでデビューしました、連載しましたとかね。あるじゃん。 一応俺もなったじゃん。そこに名を釣られたいなと思ったんだけど、あの学校自体俺は好きだったからね、名をつらねたいなと思ったけど、まあ、報告したところで学校側も、こんなタイトルの漫画、もしくはこの絵、使えるわけねえだろってね。<laughs> 宣伝用に使えるわけねえだろってね。却下されるよね。報告す、学校ごと報告するのはちょっと無駄か。 いやー、残念だ。ただね、もう手紙、手紙でも書こうかな。その師匠に向けて。もうね、知ってる情報が、俺が掴んでる情報っていうのは、あのー、なんだろう。名前と住所。<laughs> 住所だけ知ってるんですよね。あの、レンガ上でやりとりはすごくしてたんで、 アナログな方法しかねし、ただメールはね、もう知らないんですよね。もう本当にアナログな方法でしか接触する手段がないから。知らんからな。何年か前までは、年賀状でやり取りしてたんですけど、ちょっといつからか。まあね、年賀状もさ、だん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 、廃れてるって言い方おかしいけどさ。 そういう流れになってきてるじゃない。だから、文化所のやり取りもなくなっちゃったんだけども、もしね、ただその住所がね、今はそこに住んでって保証もどこにもないからな。送るだけ送ってみようかな。もしくはこの動画を奇跡的に見てくれたらありがたいんですが、師匠。 俺、ネーロー漫画家になりました。ちゃんと整形させてます。<laughs> いつか、なんかのタイミングで報告に行けたらと思ってます。どうかその時までお元気でいてください。はい。ね、今回はね、こんなところかな。 また来週です。お疲れ様でした。